ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ほくろって位置によっては可愛いけど、場所によっては気にしてる人が多いって本当かしら。確かにな。ここにほくろがなければ美人っていうのはあるかもしれないな。ほくろの位置によっては色っぽいのにね。実際に美容皮膚科でほくろを取ってしまう人も多いそうだぜ。やっぱり気にしてる人って多いのね。じゃあ今回はほくろを除去した芸能人を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は宮沢りえさんだぜ。少女時代にモデルとしてデビューし、歌手や女優として活動してきた人だ。今ではドラマや映画、舞台でも幅広い役を演じて大活躍する女優になっているぞ。大河ドラマでのなんだか憎めない悪女、陸様が素敵だったわ。コミカルな場面もシリアスな場面もとにかく良かった。権力を欲しがって夫を焚きつける怖い人なのに、なんというか憎めない人なんだよな。なんというか、可愛いのよ。あれじゃ自分には不相応だから無理、と思ったって旦那さんは頑張っちゃうわ。10代から活躍しているそんな宮沢さんなんだが、顔が微妙に変わってるんだぜ。ヘルシーな美少女が妖艶な雰囲気もある美女に、進化してるってことしかわかんないわ。それも納得なんだが、宮沢さんのチャームポイントを忘れてないか？ほくろ？2018年くらいから、宮沢さんの鼻にあったほくろが消えているんだぜ。そう言われてみれば、ほくろが消えているわ。週刊誌がほくろについて所属事務所に問い合わせたところ、ほくろを取ったことは把握していますが、それ以上、お答えすることはありません。と答えたそうだぞ。本当に綺麗に除去しちゃったんだ。でも宮沢さんがほくろを取った理由ははっきりしてないのね。顔のものだけじゃないんだが、ほくろは年齢を重ねると大きくなることがあるんだ。宮沢さんはそういう理由でほくろを取ってしまったってことなのかしら？それとも若い頃からほくろに悩んでいたってこと？私はそれだけじゃないと思うぞ。マリサはどう考えてるの？もちろん密かに気にしていたかもしれないぞ。でも女優としていろいろな役を演じるにあたって、仕事の上でほくろを邪魔に感じていたんじゃないか？確かに宮沢さんのほくろってメイクで隠すのは時間がかかるかも。ほくろを隠す手間をかけるなら、その分、演技に集中する方がいいと考えたんじゃないかと思うぞ。マリサの意見に納得できちゃったわ。二人目に紹介する人物は藤谷美紀さんだぜ。1987年に全日本国民的美少女コンテストでグランプリを受賞し、芸能界デビューして女優として活動しているぞ。藤谷さんは声優としての活動もあって、るろうに剣心のテレビアニメ第一作と OVA でのヒロイン神谷薫役でも知られているよな。清楚な雰囲気の美人よね。またそういう役が声からして似合う。なんたって国民的美少女だからな。デビューしたての頃の可憐さはすごかったわ。今も可憐なんだけど、顔が変わったような気がするのよね。デビューした頃の藤谷さんには少し大きめのほくろがあったんだぜ。そういえば鼻の下あたりにあったわよね。あれが可愛いと思ってたのよ。芸能界デビューした最初のあたりでほくろ除去を済ませているんだぜ。大きめのほくろなのに、取っていたことに気がつかなかったわ。そこが面白いところなんだよな。もしもほくろを取ってなかったら、どうだったのかしら？普段から真面目な女性の役が多いが、それが違ってたかもしれないぜ。そうかもしれないわね。ほくろって色っぽくなったり、コミカルになるものでもあるもの。藤谷さんはほくろを取ったことで、際立つ美肌を生かして化粧品の CM にも出演しているぞ。色白で綺麗だもんね。年齢を重ねても崩れたところがない魅力が個性なんだから、ほくろを除去して正解だと思うぜ。真面目で凛とした雰囲気の大人の女性もいいわよね。3人目に紹介する人物は沢口靖子さんだぜ。1984年の第1回東宝シンデレラでグランプリを受賞してデビューした女優だ。清純派美人女優を聞かれたら必ず名前が出る人だぞ。やっぱり沢口さんって言ったら科捜研の女よ。1999年から15年以上にわたって続く人気シリーズだよな。私は見たことないんだよ。この15年間、マリコの料理が上達しないのも見どころ。あと運転免許が取れない。ストーリーに関係なさそうだと思うぞ。とはいえ少なくともマリコ役だけでも、沢口さんがずっと美人のままっていうのも見どころかしらね。確かにすごい美人だぜ。鼻の微妙な位置にあったほくろがまたいい味出してるのよ。しかしそのほくろがある日、急に消えているんだぜ。え？ネットで特定していた人たちがいて、その人たちによれば、2013年から2014年の間に沢口さんのほくろは消えているんだ。本当にほくろが消えているの？ほくろ除去前と除去した後を並べてみたぞ。あのほくろが綺麗になくなっているわ。なんで気がつかなかったのかしら？沢口さんが美人すぎて、そっちに関心がいってたからじゃないか？どうなのかしら？沢口さんは、少しずつ、ドラマの中で違和感が出ないようにほくろを除去していったんじゃないかと思うぞ。そんなことできるの？沢口さんのほくろ除去は電気メスでの治療かもしれない。
電気メスでほくろ部分だけを切り取る治療法なんだ。それじゃ傷が治るのに時間がかかるんじゃないの？治療後に皮膚が再生するまでのことを考えると、いつの間にかほくろが消えたっていう印象になりやすいんだよ。へえ。まあ、実際に治療した医師に聞かないとわからないがな。4人目に紹介する人物は荒垣結衣さんだぜ。2001年に少女向けファッション誌にモデルとしてデビューし、グラビアアイドルを経て女優として現在は活動している人だぜ。マリサ、荒垣さんが大好きなのよねー。ご結婚された時、俺たちのガッキーが、って泣いてたもんねー。それは誰にも言わない約束だったじゃないか。私の純情をもてあそぶな。でも荒垣さんってほくろのイメージがないわよ。ごく薄くてメイクで隠れるくらいのほくろがあったんだぜ。へえ、気がつかなかったわ。額に薄くて小さいほくろがあったんだよ。モデル時代のものでも見つけにくいと思うぞ。本当にうっすらとほくろがあるのがわかったわ。それにほくろがある頃は前髪で隠してることも多かったぞ。気にしていたのかしら？そのようなんだぜ。荒垣さんは背の高さと額のほくろが悩みだったんだと思うぞ。これだけの美人でも自分の見た目に悩むのね。身長を低くすることは難しいが、ほくろならメイクで消せるぞ。美容皮膚科の治療でも除去が可能だからやる価値があるぜ。なるほどね。メイクで綺麗にカバーできるほくろだから、2013年にあっさりと除去したようだぞ。でもやっぱりメイクで隠してるだけなんじゃないの？しかし大河ドラマや化粧品のイメージモデルでは、自信を持ってつるんとした額を出しているんだよ。つるんとしたおでこだと美肌が際立つわね。悩みが消えて仕事がうまくいくようになったなら、とてもいいことだと思うぜ。マリサは荒垣さんがすることは全て正義と思ってない？うん、そうだよ。5人目に紹介する人物は有野真也さんだぜ。お笑いコンビ良い子のボケ担当で、タレントや YouTuber としても活動している人だ。ゲームやアニメ、アイドル好きとしても知られているぞ。相方の浜口優さんが、撮ったどう？で小学生に大人気なイメージだわ。一方で有野さんはアニメ、ゲーム、アイドルのオタクとして大きなお友達に大人気だぜ。バランスの取れているコンビよね。仲良きことは美しきかな。有野さんもほくろで悩んでいたの？有野さんは喉のあたりに大きめのほくろがあるんだよ。かなり若い頃から悩んでいたそうだぞ。お笑い芸人なら、こういう自分の体のイレギュラーとかをネタ的に美味しいと思いそうだけど、不本意にいじられるのは芸人だって嫌だと思うぞ。確かにそれは納得だわ。2009年7月にラジオ番組ナインティナインのオールナイトニッポンで、MC の岡村隆史さんがほくろが消えたことを明かしたんだよ。岡村さんって結構人を見てるのよね。大きなお友達のファンは寂しいと言っているそうだぜ。ファンから見ればそうかもね。本人は満足しているそうだし、仕事も順調だぞ。大きめのほくろって男の人でも気にしてるもんなのね。6人目に紹介する人物は椎名林檎さんだぜ。デビュー当時は新宿系自作自演屋と名乗ったシンガーソングライターで、1990年から2000年代あたりの音楽を語る上で欠かせないミュージシャンだぜ。私は東京事変かな？独特な世界観で今も人気が高いミュージシャンだ。サッカーのワールドカップやオリンピックでも曲を作ってたわ。その後、トラブルもいろいろあったけどね。とにかく曲によって、コスプレって言っていいほど、いろいろ姿を変えて見せた人っていうことは確かだぜ。そうね。新曲が出るたびになんか面白い格好してたわよね。それでも変わらなかったのが、ほくろだぜ。椎名林檎さんといえば鼻の近くと顎の色っぽいほくろよね。どんな格好をしても、ほくろが私が椎名林檎って主張してた感じだったわ。しかし今は鼻の近くのほくろは除去されているぞ。画像を修正しただけじゃなかったのね。顎のほくろはそのままにしているんだぜ。沢口靖子さんやマドンナに憧れて自分で描いてるうちにできたほくろっていう噂がある方のほくろを残しているんだ。椎名さんは鼻の近くにあるほくろは気に入ってなかったのかしら？あっさりした顔立ちの中でかなり主張の激しい部分だからな。ほくろを取ってからメイクもシンプルになった気がするわ。それもそうだな。以前ほど引くほどのコスプレ的な衣装は減ってきたかもしれないぜ。気にしてたほくろは取って、お気に入りのほくろは残してるとこがユニークよね。7人目に紹介する人物は倖田來未さんだぜ。2000年に全米で先行デビューし、その後日本デビュー、現在も歌手として活動している人だ。倖田來未さんといえば、やっぱかっこいい。今もキューティーハニーのカラオケは倖田さんの方で歌ってるのよね。ド派手でグラマーっていうイメージだよな。いつまでも露出ファッションが似合う人だと思うわ。顔立ちも派手で色っぽいのが似合うし。同感だぜ。倖田來未さんには、ほくろがあるっていうイメージってないな。確かにメイクでつけぼくろしてたこともないと思うぞ。でもデビュー前までは鼻の下にかなり大きなほくろがあったんだぜ。デビュー前にはあったのね。そうなんだよ。メイクでも隠しきれない大きいほくろがあったんだぜ。デビューしたばっかりの頃に太めだからってダイエットしたっていうのは知ってたけど、
気になるほくろも取ってたのね。倖田來未さんのほくろは大きさも気になるし、位置も微妙だったから思い切ってほくろを取り去って正解だと思うぜ。そうよねー。大きめのほくろの方が歌より目立ちすぎちゃうかも。ほくろ除去したから歌手として成功したわけじゃないと思うけどな。案外、ほくろを取ったから自分のイメージをよりかっこよく変えていけたんじゃないかしら。またほくろがあった方がいいと思ったら、メイクで描けばいいしな。8人目に紹介する人物は生田斗真さんだぜ。1996年にジャニーズ事務所からバックダンサーや歌手として活動し、現在はドラマや舞台、映画で活躍している俳優だぞ。大河ドラマ出演の時にツイッターで流行った。顔はいいのに顔はいいのには未だにマイブーム。あの暗躍系の仇役はナイスだったな。顔は綺麗なのに、やることがエグいのよね。まさに顔はいいのにって思ったぜ。本当に登場する女性たちがみんなうっとりして当然の顔の良さ。私は鶴岡八幡宮の場面での寒いんだよが今も気に入ってるぞ。わかる。あれは大河ドラマ史に残る名演技だったと思うぞ。変顔もしまくってたわよね。この顔がいい生田斗真さんもほくろ除去しているんだぜ。整形の噂は聞いたことがあるけど、ほくろもなの？結構大きめのほくろが微妙な位置にあったんだぜ。なんだか知らないことだらけだわ。ほくろがあった10代とほくろのない20代以降の写真を並べてみたぞ。別人みたいね。顔の土台は同じだぜ。整形の噂があっても土台は整ってると思うぞ。確かにそうね。それにマリサの言う微妙な位置に大きめのほくろがあるわ。生田斗真さんのインタビューによると、ほくろでいじられるのが嫌になって取ったということだ。目立つものね。今の悩みはコンディションで二重の状態が変わることだそうだぞ。え？しかしラクダシさんにとって、それは小さなことだと思うぜ。ちょっとマリサ、そのコンディションって。9人目に紹介する人物は木村文乃さんだぜ。2004年に映画アダンのオーディションでヒロインに選ばれてデビューし、現在も女優として活動している人だぞ。ヒフレ化粧品の CM に出てた人よね。肌が本当に綺麗で可愛い人だよな。化粧品のイメージモデルになるくらいだものね。木村文乃さんもほくろ除去してるの？ごく小さいものが鼻の横のあたりにあったんだぜ。見落としちゃうわね。メイクで簡単にカバーできそうだわ。本人は気になってたんだと思うぞ。デビュー当時から見ると色も白くなってるわよね。肌の色が明るくなるとほくろは目立つんだぜ。それもあったんだと思うが、大変だったと思うぞ。どうして？木村文乃さんは重度のアレルギー性皮膚炎を持っているんだよ。症状の悪化で一時期芸能活動を休止していた時期もあるんだぞ。そうなの？ヒフレ化粧品の CM は復帰してからのものなんだぜ。じゃあ治療しながら、ほくろも取ったってことかしら？それもあり得ると思うぞ。ただ美肌にするっていうよりもケアが大変そうね。今は役のためにつけぼくろをつけたりもする木村さんだが、普段のケアは食生活やヘアスタイル、生活習慣も含めて徹底しているようだぞ。アレルギーって大変なのね。効果が期待できる新薬が出てきても、やはり基本のケアが物を言うのがアレルギー疾患なんだぜ。なるほどね。完治ではなく症状を出さないことが目的だから、美肌というよりも健康を維持してほしいと思うぞ。ラストの10人目に紹介する人物は小倉優子さんだぜ。スカウトで芸能界デビューし、2002年から不思議系キャラでブレイクした人だ。グラビアアイドルからスタートしてタレントとして活動しているぞ。コリン星のプリンセスって今もパンチがあるわよね。2009年にコリン星は爆発して消えたそうだぜ。そうなんだ。寂しい。その元コリン星のお姫様のゆうこりんこと小倉優子さんは、顔にほくろがたくさんあったことでも知られているんだぜ。ほくろっていうよりも、そばかすみたいよね。そうだな。体質的にほくろが多い人がいるけど、小倉さんは多い体質だと思うぞ。ほくろがたくさんあったのね。逆に全くほくろがないっていう人は珍しいぞ。目立ちすぎるか、微妙な位置にあるかだと思うぜ。そうなのよね。18世紀のヨーロッパの貴族たちはつけぼくろをしたくらいだからな。嫌なものじゃなかったのね。肌を白く見せる必需品だったんだぞ。でも小倉さんはコリン星のお姫様だったけど、18世紀の貴族じゃないからほくろを取ったってわけね。ほくろ除去の最中らしい写真と途中の写真を並べてみたぞ。ファッションだとは思うけど、帽子のつばで隠してるわね。レーザー治療でほくろ除去をした場合、日焼けは厳禁だからな。まあ他のほくろ除去手術でも治療後は日焼け厳禁だぜ。やっぱり肌が一時的でも弱っているからかしら？例としてなんだが、ひどい日焼けをするとヒリヒリするだろ？腫れたりしてヒリヒリ痛むわ。そういう時は刺激になるものを避けるだろう？それと同じことなんだぜ。なるほどね。こうして小倉さんのほくろのない顔が出来上がっていったわけだ。努力の積み重ねで出来上がった美肌なのね。その通りだぞ。しかも切開や電気メスで取り去る治療法を選んでなければ、日焼けでまたできることもあるんだぜ。つまり日焼け防止も徹底していたってわけね。まさに努力の美肌。
ほくろを取り切れば完成ってわけじゃないんだ。むしろその後からのケアが重要になっていくんだぜ。思ってたよりも、ほくろ除去って大変。簡単なようでいて、実はアフターケアが大変なんだよ。小倉さんもそういう努力を惜しんでいないのね。だから今の笑顔があるわけだぜ。でもほくろはやっぱり美容皮膚科じゃなきゃいけないの？自力でのほくろ除去は危険だぜ。まずは皮膚科で相談することがおすすめだぞ。真剣にほくろで悩んでいるなら、それが近道ね。ということでほくろを除去した芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。